おはようございます。藤浪チャンネルです。ブルッと鼻が豚鼻になっちゃった今。秋の琵琶湖でございます。紅葉してるかなと思ったけど、ちょっとまだ早いかなって感じですね。まあ、今日は休みなんで、2人ともね、国母先生と2人とも休みなんで、なんかほら見せる釣りはカメラに撮られ慣れてるんですよ、彼も、はいはい、まあ俺もだよ、俺もね慣れてるんですよ。休みの釣りってこんな感じよっていうので、こうもうちょっとね、みんなとこう距離が近くなればという企画でございます。はい、はい、ね、まあ、いろんなあの案件を背負っておりますが、その辺は大人の事情ということでスマートにこなして、あくまでも休みっていうことで一日を過ごしたいなと思ってますんで、言っちゃってるじゃないですか。よろしくお願いします。はい、頑張るぞ。ゆるーく本当に、まあ、景色のいいところで、まあ、でっかいのが釣れたらそれはそれでいいんだけど、別にそこよりも僕が聞きたいのはやっぱり、今ほら僕らいつ発売になるか分かんないロッドをお互いにね、それぞれテストをしてるっていうところもあって、で正直本当に本当に情報交換全くないんですよ。そうだから僕、藤浪さんが作ってる竿一個も知らない。知らないでしょ、はい、うん、で僕も国母っちが作ってる竿をなんとなくは分かってるんですよ。だけど全く触ったこともないし見たこともないんで、その辺を喋りながら、触りながら、はい、まあ、魚釣りもちょっとしようかなみたいな、というトーク番組を今から撮ってみたいと思います。ということで、トーク番組だよ、うんうん、でも今こうやってピアフィッシングの中でなんかこう釣りやれてんのは、でも俺国母っちのおかげなのよ。Xグレーブっていうロッドを、その琵琶湖に特化したロッドを作ろうっていう時代があったっす、うん、でその時にその一番先頭に立ったのが国母っちなんです。そういう人から、じゃあ琵琶湖に特化したロッドをこれから開発していきましょうチームで、じゃあ国母さんお願いしますって会社がその当時言ったわけですよ。そしたらこのその国母誠がだよ、いや僕一人じゃなくてこれはチームでやりたいから、誰ですかみたいな。当時はじゃあ宮弘君と、じゃあ藤波さんで電話かけてきて、藤波さんこういうロッド国母さんと一緒にやることいいですかみたいな。えそれ何、え国母っち大丈夫です、あ国母さんが藤波さんがいいって言ってますって。めちゃめちゃ俺だから、あの電話からの数ヶ月間は緊張して接してた、なんかあったらクビになるんじゃないかと思った。そう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 、えなんで俺なのみたいな、そんなつもりなかったのに、なんで俺じゃないでしょみたいな。俺なんか全然端っこの方でやっててさ、俺じゃないでしょみたいな。だからそっからだからね、そうなの、そう X グレーブっていうモデルの、まあ、キャプテン的な扱いっていうかリーダーみたいな、そっから始まって、で、まあ、その X グレーブっていうチームもある程度やりきった感がね今あって、で、まあ、琵琶湖特化というよりはやっぱりブラックバスを釣るため の、 その日本全国で使えるロッドの開発を実は今そのみんなでやってますみたいな、うん、そうだからその中にその X グレーブ琵琶湖に特化したあの何年間かのノウハウも当然入れてくしみたいなね。だけど例えば霞ヶ浦とか、和歌山のため池だとかいろんなところでやってる人たちのノウハウも一緒にして、でこれから仲良く喧嘩が始まる状態だよね。俺はこれがいいみたいな、うるせえ俺はこれがいいんだみたいな。それぞれ画がありますか。ある、絶対ある、こだわりがね、画がなきゃだって道具なんて面白くないもん。そうですね、うん、今日ほらいつどこで風吹くか分かんないから、はい、今のうちにやっぱり聞いときたい見ときたいのは、ああ今国母っちがやってるロッド、まあ、藤波さんもやってますね。これそう僕もやってるんですよ。プロトのやつあるんですか。そうそう明らかにね、これが今僕がベルサートの新作として今テストしてるもの、僕がでこっちが国母っちが今テストしてる
もの、今本当に初めて触ったっす。へえ。これはミドストロットです。そのミドストっていうのはそのなんていうかな、使い方の話でいいのかな、使い方のアクションの話でいいのかなっていう、いや知らない人がいるかもしれないからね。こうシェイクしながら鋳造方向、まあね、ウィードのトップだったりとか、いや こうやりながら釣るぞっていうね。まあ、だからこうやりながらリトリーブするんで、うん、まあ、当然振りやすくないといけないっていうのは絶対じゃん。こう振るっていうのはこういうことね。リップを振るわせながらしやすいよと、ルアーをこういうで結構多分どこのフィールド行ってもやる釣りだと思うんですよ。難しくない？難しいですけど釣り的に。それって竿が合ってると比較的あのこうそのシェイクしやすかったら、うん、やりやすくなるっていうか覚えやすくなる。ちょっと待って、なんか、ね、この話さ立って してるのがすごい気持ち悪いけど座っちゃうか。で、うん、とにかくやりやすいロット、今のそのベルサートのラインナップにはないわけですよ、うん、ないね、うん、でやれんことはないけど、うん、こうミドストを覚えたいっていう、うん、あのアンクラにとっては、はいはい、これを最初に使うとなかなかこう、うん、ミドストを収集するのにこういうことかみたいな、あの遠回りだよなって。やっぱし使いやすいロッドを最初に使うと、うん、あの上達スピードがすごく速いんですよ、ミドスト。まあまあまあ、だからやっぱしそのミドストしやすいロッドが欲しいなっていうことで、うん、今ないから作るっていう感じで。いいこと言うね、はい、本当だよね、あれば作らなくていいもんね。作るからにはもうやっぱし使いやすい、うん、確かにロッドに仕上げていかないといけないんで、うん、で、まあ、軽いっていうか、うん、要はワームのサイズですよね、まあ、3とか4とかクラスは このこっちの UL、うん、で5とかあーワームのサイズね、そうそう、ワームのサイズが5インチクラスになってきたらこっちを使うっていう感じで使い分けするように、うん、まあ、とりあえず今2本やってますよって感じ、はい。でぶっちゃけコクボッチがねこのミドストの竿が欲しいって言ってたのはだって何年前よあれ。昔から言ってると思います。はい、 X グレーブを作った時、うん、でと今の何個の、うん、こう釣りが変わってるわけですよ。ほう、何個ね、うん、何個。当時は例えばこの 75H これなんかは、うん、パンチショットとかをウィードの中で入れて釣っていく釣りもやりつつ、うん、スイムジグの、うん、まあ、8分の5とか4分の3、うん、もうやる。それは X グレーブの 75H の話でしょ。そう、うん、で73の MH なんかは、うん、まあ、パンチショットの軽いやつだったりとか、うん、あとエキサスリグだったり、うん、とあとスイムジグの、83とか21がやれるようなロッドが欲しいと思って、うん、あの頃は作ってたわけですよ。でまあそれが完成してそれをこう対応してたわけですけど、うん、今パンチショットの釣りが、まあ、正直あのウィードのドームを打っていくような釣りっていうのがかなりなくなってきてるの で、それもそのまま同じように作るんであれば、うん、あの必要性がなくなってくるんじゃないのかなと思ってて、要はそういう釣りが成立する場所がないのに その道具を作ってもこれそもそも僕も使わないよ。それはそうだ、ね、なっちゃうじゃないですか、うんうんうん、でただスイムジグに関してはまあ、うん、未だにね、いやいやいや、うん、やっぱしでかいあのプリスポーンのバスを釣ろう思ったら、うん、あのあるはスイムジグの出番かなりあるよ、あるんで、うん、で特にボートで釣りしてると2分の1と8分の5、2分の1と8分の5がメインになってくるんで、うんうん、そこにターゲットを絞ったようなロッドにしたいなとも思ってるんですね。だから、75H のリニューアルをしようと思ったけども当時とその釣りをやる環境とかが今は違うよと、変わったんで、うん、だから同じものを作ってはいけなくなっちゃったってことだね。いけないんじゃないのかなと、道具としてスマートでありたいし、まあ当然自分が、ね、使うものじゃなきゃ意味ないもんね。でなおかつその道具としてやっぱし取れない魚を取りたいとか、ほら、
なっていいんですね今更今更若手に分けてあげて、そんなの分からない感覚を分かってもらいたい、うん、まあ、特にさ、あのスイムジグなんかはウィードにタッチ感とかね、うんうん、ああいうなんかって道具一つですごく変わってくるわけですよ、うん、まあ、そういうのもあのを作っていかないといけないから、うん、でなおかつ、まあ、無駄を省いた竿。なるほど。計じゃあ今4本を4本やってるけど、こっちは、まあ、1本に統合される感じ。ああ、これはかなって。なるほどね。これだから中間的な、結局この企画がっていうか、これのプロジェクトが始まった時は、はい、Xグレーブのリニューアルを考えて2本でスタートしたけども、今は、うん、コロナがあり何も3年も4年もやってるうちに湖が状態が変わってきたと。統合したいな、うん、今のてる感じですよね。なるほど。ちょっと一回触らしてよ、はい、うん、風風強い風いい風だよね、秋の、ね、気持ちいい風。そう、これは 75H じゃ、ね、ないな。そうっす。いや、もうそもそも 75H、 やっぱり俺スイムジグっていう釣りを、あの 75H って竿をもらった時は、はい、スイムジグの釣りを俺理解してなかったです。だからコクボッチがなんでこれがスイムジグのロッドなのかっていうものをあえて聞かずに、はい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 、そこは俺も真面目だから自分でやってみてなんでこれがスイムジグなのかっていろいろ模索したんですよ、はい、だからそのブランク自体のそのウィードとかストラクチャーのこの触った感じ、うん、っていうのも確かに分かるけど、一番分かりやすかったのはグリップの長さ。しっかりここに抱え込む、まあ左で巻く人だったらこうやって抱え込むんですよ。スイムジグってキャストした後リトリーブするとき、ここに体温計みたいにこうやって挟むの、うん、これ 何のためかって、僕的には強いフッキングが可能になるんですよ。あ、フッキングね、うん、はい、ロッドがここにあるから、もう絶対視点がここになってガーンっていけるから、スイムジグって遠くでかけるじゃない。そのフッキングの力をしっかり伝えるためにはこれじゃ伝わらないですよ、まあ、そうですね、うん、だから常にここにある用の長さをしっかり作ってるなっていうのが僕の 75H X グレーブのね、あれの良かった。巻くときここ抱えるって結構重要なんですよ、やっぱり。俺合ってんだね。でもフッキングじゃないですよ。俺今褒められてるね。ちょちょちょ、いいじゃないかよ、お前褒めてくれ、いいじゃない。フッキングじゃない、フッキングじゃないんですよ。これ巻くときにこう巻くと、うん、竿先こう動いちゃうんですよ。ああ、こう、こういう風にね、ジグにかかるテンションが、うん、変動しちゃうんですよ、うん、こうね、要はジグがこうスーッと、同じシャットテールが同じテンションでずっと水を掴んでないんですよね、うん、なんかさ、ブレるんですよ。紅葉の景色の中で早春の釣りの話をするって斬新だよねで、あのここでちゃんと抱えてここをガチッと固定して、うん、で巻くと、うん、こう常に同じテンションで巻けるから、それで空食わない、めちゃくちゃ差が出るんですよ。そのためのあの長さだったの。そうですね。お、俺は本当あの長さっていうのは、その遠くでかけるとき、まあそれはやっぱありますよね。え、だってすっごくバラシが多い釣りだから。ちゃんと他のことも考えてるんですよ。いや、でも一番はやっぱ分かりやすいよ、これだ。でまず、まあまあ、もうこれよ、うん、これ間違ってるよね間違ってるよ、 75H にしたらね。いや、けど長さ一緒なんですよ。違う気がするのはなんでだろうね。そう、そう、あれが良かったね。キャストもしやすいし、掴みやすさもある。脇への掴みやすさもあるんで、よくできてたと思います。全然関係ないけど、だからその一定に巻く釣りっていうのはやっぱり、じゃあスイムジグに限らず、ここへ挟んでこうやるっていうのは結構重要だよね。じゃあね、そうですね、うん、めっちゃ勉強になります。チャターベイトとかでもそうだし、うん、ああ、チャターベイトもこう巻くの。バッとかもそうだし、バイブレーションもそうですけど、こう、ま、挟むの。めっちゃ差出ますよ、超過に。本当に空食わない。巻くだけだから変わらんやろって思うんですけど、うん、僕はもうめちゃくちゃそれを目の当たりにしてます。こうやった方がこうやって巻くより全然釣れると。じゃあこうやって巻いて釣れてる人はその釣果で満足してるんだったら伸びしろあるぞってことだね。本当だったらもっと釣れるかも。もっと釣れるかもしれないってことね。ぐらいそこは結構重要。じゃあもっと俺釣れるわ伸びしろしかねえ。伸びしろしかねえ。50超えて伸びしろがあるって言われた、うん、なるほど。でも確かにこの 75H の出番は
あるんですけど、その前だったら春と夏とあったのが、うん、そのシーズンが短くなってるなって感じだ。まあそうだね、そうだね。それを今一本にしようかなとって感じですよね。それ一本にするときに、じゃあレングスはどの辺をたどるの？それはまだ試行錯誤したいなって感じです。ちょっとどのぐらいたどるの？ 7-4、 今7-4かな、真ん中だね。真ん中、7-3と7-5を一本にする7-4、これ普通だね。なるほどね。そう、なるほど。デザインもそうだし、うん、ランクスの感じもそうですけど、そうか、こんな感じがいいかなっていう絵は描けてるんですよね、はい、うん。ここがそう、かの有名な奥出湾です、はい、おかっぱりやる人なんかはちょうどその奥出湾の今見えるあの紅葉が綺麗な木の向こうに車1台止まってるんだけど、はい、あの辺なんか車止めたらおかっぱりはすごいね、しやすい。ここだったらあれですね、うん、ここからあの秋とかは風裏にもなるから、うん、そう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 、釣りも自然にできるし、うん、俺らものんびりできると。そういうのがないからいいですよね。そこですもんね、もうあのそう、ファイブオーシャンね、今日下ろしたところファイブオーシャン、ファイブオーシャン、うん、近くにね、いいですね。そう、あれがレンタルボート屋さんだから、レンタルもある、2馬力のレンタルもあるから、あ、だからボートも結構、うん、でまあそれなりに魚は釣れるんじゃないのっていう予想では、予想では予定、そういう予定だよ、予定だよみたいな、はい。残り食ってでもなんかすげえ頑張って練習してる。長いわ。藤波さんが喋ると釣れる。ナイスフィッシュ。いただきました。面白い。俺だよ。え？だから喋らんけりゃいいんですよ。喋らん。見てて。早く言ってもらっていいですか。つべこべ言わんとって。俺その早く釣れっていう圧。大輝ほら。喋るから。ルネさん喋るから来ちゃうんだよ。ちっちゃくなっちゃった。ちっちゃくなっちゃった。あ、ちっちゃいねこれ。すごいね。ちっちゃい。これなんで当たんねえんだろうな俺。違う、これ分かった。ポジションが違うもんこれ。ボートの。変わんないですよ、ね。間違ってるよ、ここちこれ。違う。いや。インサイド入ったら。ポジションらしいです。らしいです。なんでポジション修正したらサッと釣ると思うんで。だからさ、だからさ、そういうのがちょっとあの。って今話してる。そういうの関係なしで釣るのがプロじゃないです？おーおお。言ったな。やっと火つきました。本当に釣れないんですよ今日。普通に釣れないんですよ。何にも考えなくても釣れる場所と思ってやってるんですけど、うん、めちゃくちゃ考えて釣れない、考えても釣れないっていう。ちょ、なんとかさ、はい、こうなんていうのかな、こうね、せめてこのぐらいのやつ。魚礁とかで釣れないんですか？魚礁はここの魚礁は釣れないと思うけど、あっちの方に魚礁なかったでしたっけ、出口のとこ。ああ、二本松とか。二本松でしたっけ？うん、二本松とトークイン。すぐあの辺にありますよね。うん、魚礁やってみようか。そういえばその辺全然最近やってないっていうのは、風が強くてやれないっていうか。うん、これだったら別にやれますよね。今ならやれるね。魚礁行ってみようかな最後ね、やってないから。話が盛り上げすぎちゃって、ほとんど釣りしないまま、はい、夕方です。先投げちゃいますよ。ここっちが魚礁やりたいっていうからさ、ここは特に二本松の魚礁っていうとこっすね。水深が約10から17メーターぐらいのこう
ブレイクしてるところに高さ5メーターぐらいあるかな、コンクリート製のブロックがブーンってこう水の中にこうドーンってあるわけですよ。大丈夫ですか、俺の喋りバカっぽいですか、大丈夫ですかブーンってこうやって、ちょっと待って、ちょっと待って、今説明の途中だから、あ、抜けた、よしよしいいね、いいよ、なんだっけ、そう、コンクリート製のボーンと、だから何言っちゃえばこのでっかいジャングルジムが水の中に沈んでるような、そんな感じのところです。今魚あったの、はい、何でやってるんですか。ネコリグス D1 の。なんでネコリグをやんだよ。え、いや、いいじゃないですか、藤波さんボトムでしょ。ボトムだよ、僕泳がせるんで。違うじゃないですか、もうさ、これズボン膝まで落ちちゃってるみたいになってるからこれ入れたらあかんすよ、こんなに出してんの。これだって進化長いから、うん、真っすぐになっちゃうじゃないですか。あああ結構重いの使ってんだね。そうです。なんだ、なんでネコリグとか投げるんだろう。パンチショット、パンチショットパンチショットでこうやってまた根が勝ったとか言って待ってんだよ。国母さんってね、ベイトロッドね、そのワームの釣りやるとき、国母先生ね、ロッドどうやって持つかっていうと、こうやってやるね。そうですね、こうやって持たないですよ。なんだったらこう手のひらに乗っけてる感じ、こうやってこれね。なんで笑ってんだね。それ好きだなと思って。俺好き、俺大好きこれ。当の本人何とも思ってないですからね。これでもすごい理にかなっててにっきゅっと握っちゃうとさ、ウィードとか分かりにくいわけよ。だからこうテンションかかったらこうこぼれるぐらいの感じの緩い力でこう手の上に乗っけとくと、ウィードにカッと触った時とかコクッと重くなるからね。あんまり広がらなかったね、これ。多分疲れちゃったよね。けど藤波さん喋っといてくれた方が釣れるんで。そうでしょう。なんかあの喋っといてもらえると助かる。いいよ。何がいい？何がいい？引っかかっちゃった。スイミングって言われに意外にボトムに近いよね。まあタッチさせてですね。ね、触ったら触らないようにちょいそうして、触らなかったらちょっと上すぎかなみたいな気持ちでやるみたいな。それをスイミングと呼ぶんですよ。誤解するよねみんな結構。なんだけどその時としてはね、それをベースにもうちょっと速くしたら浮くじゃないですか、うん、まあ浮くんかな。そのレンジに変えをレンジを浅くしてあげたりとか。俺ほんとそういう釣りが苦手でさ、不安になんないのみんな。本当にこれ例えば5メーターぐらい、10メーターの水深の5メーターぐらいやってるやろうってつもりでもさ、一回不安になったら一回沈めてみる。で、あ、こんぐらい浮いてたんだとか分かるじゃないですか。ああ言えばこう言うよね。そういうじゃあ言わない、もうもうそういうなら言わないそして藤波さん投げない。そう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 、これね、えこれ藤波チャンネルスタイル。あ、うん、早く釣りなさいよ。そうそうね、そうですね、あのタイミングダメでしょしかもあれだよ、ちょっと竿の曲がりが今日見てない魚だと思います。そう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 思ったでしょ。良さげじゃないの。一応年上なんですよね、まあ、先輩でもあり後輩でもあるみたいなところなんで、まあまああの件に関しては帰りの車でちょっと叱ってらなかったよね。まあ何やっとんだっていう。どの件ですか。あの件だよ。え、その、うん、一回じゃあ巻き戻そうか。一回じゃあ巻き戻してもらって。どうぞ。ブーンって。こうやって、ちょっと待って。ちょっと待って。今説明の途中だから。あ、
抜けた。よし。よし。いいね。ここだよ。ね。でもすげえ回ってんだから。サオ。あ、そのくらい。何？あ、もうまだ何何？まだなんかやったの？僕ミドストの件かなと思って。あ、ミドストは違う違う。あやもう。そんな動画撮ってないんだから。じゃあそのミドストの件どうぞ。藤浪さん初めてミドストしてみたみたいな感じ。違うよ。この竿を一回触らせて。じゃあそれにネコリグつけたらいいっす。あ、でもスイムジグと一緒っす。基本は。もうちょい下じゃないの。なんでも怒られなかったんですか。何も言ってないのにね。あたかも僕が嘘ついたからない言い方してたけど。勝手に自分で中層引いといて。ね、間はないのかみたいなね。間違いするじゃん。それは知らないですよ。1回投げて16秒待って。何それ16秒って。だから推進的にね、ウィードのトップぐらいまでが、そっち方向だったら13。はい？はい？16秒。こっち多分13秒だ。今日初めて来たよね。はい。さっきの数頭の間で数えてたって。そう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 。その数えてる最中に藤波さん喋りかけてくるときは無視。なるほど。とっても大事そうなことをなぜ言わない。いやいや、プロだからわかるかなと思って。このセットだったら1秒で、はい、こんだけ沈むから1メートルで3秒だなとかあるんですよね。はいはい、それはね、さすがに失礼じゃないですか、先輩に。確かに。うん、まあ、来る前に国防誠をいじるからって言ってたんですよ。結果いじられてるっていう。違うんだよ。今俺違うんだよ。だからね、もう今多分あの竿持たけりゃよかったって思ったよな。やってみた結果こうだったからもういらないと。マジっすか。もう全然違うじゃん、はい、俺がやってたの、はい、なんであなたそれ教えてくんない。いや、あれでも釣れるんかなと思って。ライブ撮影班から圧食らってたでしょ。あ、それあんな笑顔でよく見てられる。疑うわ。素人的にはちょっと分かんないですね。あれさ、横に振ってるんですよ。俺縦に振っちゃってるから、多分振り方の強だけど、俺ワードが上がっちゃってるんですよ。そうそう、へこ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 なってる、こうやって上がっちゃうんですよ。山際に上がっていっちゃうんですよ。こうでもいいんですけど、テンション抜けてないんですよ、藤波さんの。ずっとこうやって張ってるんですよ。そう、あ、そうなんですよ。全然違うんですよ、やってるの。で、僕のやつは一回ちゃんとこれたるんでるんですよ、フォアって。ホワってなってるやつを一瞬だけ叩いてる感じ。ジグヘッドがこうテンション抜くと倒れるんですよ。で起こす、倒れる、起こす、これの繰り返しなんです。だけど強くやると起こした時にもピンってさらに引っ張られるからダートしちゃうんですよ。それはやりすぎなんですよ。で藤波さんのやつは立ってホワホワ、こうやってホワ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 ってずっとしてるだけなんですよ。特に今ワームが小さいから結構動きのなんかその辺はシビアだよね。まあテンションの抜き加減はそうですね。大きい方が少し楽。あ、だけどその強い中での強弱があるから、そのままちょっとスライドするぐらいの感じですよね。あれさ、本当。じゃあ俺みたいな人多いと思うよ。いやでもね、あれですよ、先輩だから。何？それは言えないじゃないですか。違う俺流があるかと思うじゃないですか。ねえよ。ねえよ、あの空気感であるわけねえよ。なんだかんだってね、みんながやってるもんだと思うじゃないですか。はいはい、で藤波さんも愛知県岡崎市出身、ね、そう、はい、だから当然シルクテイクは心得ていると思うわけじゃないですか、まあ、やってないとは言えないからも、うん、だから言えないですよね。言えないか。そんなに出れないですよ、そうか、後輩としては。
まあそうだね。うん、まあ結果はいう風だったっていう。そうだね。まあ皆さんご覧いただいた感じですよ。まあ、ピアフィッシングの予算があったら一回どっかで国語のこととミドスト対決をやってみたい。1年ぐらい勉強するから俺。ちゃんとやるから、ちゃんと勉強するから。練習期間を経てからの。当然当然当然。俺のミドストどうなんだみたいな。そういう ネコリグのそういうスイミングの釣りで国語中普段でもやることある。まあ、こういう魚礁とか引っかかるところはウィードではない。ウィードはあんまやんないですね。終わり、うん、ウィードの場合は巻いた方が効率いい。まあ、他のも巻きますね。まあ、か普通に脅し込んじゃうか。ここだと脅し込むと引っかかるから嫌やしなと思って泳がしてるんで。じゃあ南湖の春節とかでもうネコリグはあんまやらないです。あ、だやるとしたらボドムスよね。あ、うん、だからスイミングはしないってだけで。あ、そういうこと、ね。はい、すごい国語中距離のある質問今さらしていい？ね、なんす例えば明日ね、はい、行き先も聞かずにどっか釣りに行くとなった場合、国語中ルアー1個だけ持っていくとしたら何持っていく？行き先聞かずに。行き先は分かんない。ネコリグ。ネコリグ。超意外。超意外。だって浅くても深くても使えるじゃないですか。うん。で引っかかんないし。まあね、うん。じゃあスピニング1本持っていくぞってこと。そういうことですね。ねえ。うわマジ。で水がクリアだろうがマディだろうが釣れるじゃないですか。うん。ダムでも何でもそのハイプレーなところでも、それ、うん、それなんだったら世間的なこう目線で言うとね、はい、それを藤波の意見じゃねえのかっていう話になっちゃうんだよね。うん、引っかかんないんですよ。そうなんですよ。なるほど。引っかかんないくせにそのちゃんと何あの深くても対応できるし、はあ、軽いわけじゃないから。はい、でカレントがあっても別に重くすればいいし、で縦だろうが、ね、横だろうができるし、うん、はい、では普通にズル引いても泳がせれてもできるじゃないですか。で軽くしたら、ね、あの別にゆっくりフォワーってできるし、うん、何だったら別に脇掛けにしちゃってもいいやみたいな、うん、脳進化にしちゃって、その気になりゃカバーだって打てちゃう。そうそうそう、ね、だからマッディシャローの霞みたいなところ行ってもペチペチやれるし、うん、いやそれ意外だったな。これお客さんから聞かれたんだよね。ああ、何しますって、うん、例えばね藤谷さんみたいな、1個だけルアー持っていくとしたら何持ってきますみたいな。ああ、うん、なんて答えたと思う？昭和の釣り人です。スピナーベイト。正解。うわ、もうゲロでそう。なんで即答なの？いやいや本当そう。だから昭和って言ってヒントくれたらもうそれはスピナーベイトって言っちゃうから。いやスピナーベイトだよねって思っちゃった俺。って言われて、うん、それこそネコリグじゃないんですかみたいな。だってスピナーベイトクリアレイク連れてかれたらもう手も足も出んじゃないですか。なんか俺的にはだから手も足も出ないことが分かるルアーでいいじゃないですかみたいな。今食ったの。は？今食ったっす。素人目に行くとスピナーベイトそんなにクリアじゃダメなんですか？まあ、あの確率は状態だったらもう投げ。お、あ、魚っぽいな。お、これ魚っぽいな。すげえの来ちゃったかな。どうなんだ？どうなんだ？イエーイイエーイ。ネットとか使う？ネットすくってくれるですか？すくすくすくってくれるですか？超一ピースかな、これピース。いや分かんないけど今日一っすよ。今日一わけ。あ、ブラックバスって感じ。太いし、はい、今日一太いなこれ。いや可愛いなって感じです。いや本当綺麗だよ、見てこれピーンとしてね、これ、本当にね、もう一つもう綺麗綺麗だわ。
ありがとう丸くなったねじゃあだってネコリグで釣られたらさ俺やることないんだよえネコリグで釣ったらいいんじゃないっす。そんな俺はボトムで釣るぜみたいな。でも多分ね今浅い側から深い側に投げてるからさ、うん、中か一番高いところのブロックの向こう側で釣ってっからね。いや結構際通してきたっすよ。嘘だ。北側のエッジ重いかな俺。何グラム。でも小包丁重かったね俺。 3.5 3.5 の1個軽いやつ。あ来た。よっしゃ。でかいよこれ。おあ本当ですか。やるよね。本当ですか。あ見てスレテール食ってたんじゃないの。ほらテール食っててこの辺にかかったんじゃない。ねそうかもね、うん、ほらこれスレ多分そうですよ。ここにかかったんですだからすっぽ抜けてるんですよ。というわけで藤波チャンネル秋いかがでしたでしょうか。え、これで閉めるの？ちょっと全然閉まってないですよ。これじゃ閉まんないですよ。ということでとかじゃないですよね。その手には乗らねえよって感じですよ。多分ここ食ってこういう感じだよね。そう。やるなと思ったのに。全然だったな。のシナリオ見せてましたネコリグあれあるよね。まあね、うん、かといってね送り込めないですもんね。ここはもう絶対 ねだって送り込んじゃってんだもん最初からちょっとドラグ警戒しすぎたかな俺今。言っとくけどもうねえよ。おかわりタイム来るかな。一回口に顔に引っかかってるんですよ、ね。そうそう、多分この辺に引っかかってると思う。で、うん、で鱗一枚取れちゃった。取れちゃった。それは大変だ。びっくりしたんでしょうね。多分超びっくりしたんじゃない。みたいな。そっちみたいな。頭引っ張られてる。お、来た。よし。これはそんなにだけど来た。ネット、ネット、お、ネット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 。おい、タモ、タモ。おい、タモって。あら。あら。あ、けど僕の方が大きいっすよ。おい、そういう。その小競り合い、その小競り合いいる？僕の方が大きいっすわ。ねえ。ああ、今日一。寂しい。今日一。ありがとうね。ありがとう、ありがとう。あ、何、どうやって釣ったか聞きたい感じ？特に。え、ね、ボトムっすよね。ボトムっていうか中入れて。あ、聞きたいんだ。聞きたいらしいよ。ちゃんと聞いとかなな。ありがとう、ありがとう。そうです、そうです、そうです、そうです。そうですよね。だから今僕中入れ落としてる。あ、そう。小口、うん、が上なら俺は中入れるぞみたいな。あの部屋番号で言うと102ぐらい。2号室2号室ぐらい。こっち側の一番こっちの2部屋目ぐらい。ああ何の話ですか。魚礁、魚礁のブロックブロック。分かる。何丸何丸あれ感覚的に。なるほど。なんか一番こう右側が101なんですよ。それの一つ向こうの中なんですよ。だから102ぐらい。すげえ細かく狙ってる。適当してたんで。やっと正直やっと予定してたサイズがここに来て釣れるっていう、うん、ようやく
この辺の魚礁って夕方やたら食ったりするんだよね。そうなんですか。うん、なんだろう、昼間食わないですこれ。あ、まあ、最近やってなかったから何とも言えないけど、なんか長い何年もやった感じ、うん、ここで夕方が早いんですよこの魚礁。まあね、山があるからね。そう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 。夕方早いし長いってことね。そうだね。ということでそろそろ夕方なので、ね、まあこの辺で今日は、帰ろうかなと思います。秋の琵琶湖で小久保先生と、はい、なんかおしゃべりの一日でしたね。あ、今エンディング撮ってるんですよ。すいません、はい、おしゃべりの一日ということで、はい、はい、釣りの参考になったかどうかは僕らは謎です。でもまあこんなゆるい動画をこれからもちょっといろいろみんなで作っていけたらなと思いますんで、こんなゆるくていいんですね。多分いいんじゃないかな。僕は全然ウェルカムですよ。まあ怒られるのは俺だから安心して。じゃあ僕まで巻き添えとかないじゃん。あ、ないと思う。じゃあよかったです、うん、はい、そんな感じで、はい、今日はこの辺で終わります。はい、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。